皆さんおはようございます。ヌエボスレトス第5回目の放送のお時間がやってまいりました。この番組は金曜日の朝、通勤通学中、お出かけ前の皆さんに共有と情報をお届けする朝の情報ワイドプログラムです。ということで今朝もお相手は私、大森まりなです。よろしくお願いします。さて、この番組のね、ヌエボスレトスの放送がスタートしたのが、今年の1月の下旬でしたね。まあその頃に比べると本当に暖かくなりましたよね。もう厚手のコートがすごく暑く感じてしまうんですよね。だから私は春物のコートに最近変えました。そして本日28日の大阪地方の最高気温なんと22度だそうです。急にね、高くなりましたね。ようやく春が来たって感じですよね。私は春がね、すごく大好きなんですよね。厚着もしなくていいし、薄着もしなくていいしっていう、汗もかかないし、寒すぎて凍えることもないしっていう春、そして秋が大好きなんですよね。なので私はこれから4月、5月あたりがすごく楽しみです。そして大阪地方もようやく桜が開花したということで、今週末、来週末は関西地方各地でお花見客ですごいにぎわいを見せるのではないでしょうか。桜もう開花したんですね。私はあまり見かけてないですけどね、まだ。でもこの時期、この時期もうちょっとかな、4月の中旬ぐらいになると、私は毎年兵庫県の芦屋川にお花見に行っていますね。家がすごく近いっていうのもあるんですけど、芦屋川にお花見に行って、バーベキューセットもちゃんと家から持って行ってバーベキューするんですよ。これがね、本当に楽しいんですよね。でね、芦屋川をもうちょっと南に行ったところに芦屋浜っていうのがあるんですよ。浜なのでこう海がこうバーって広がってて、夏には潮干狩りもできたりなんてするんですよね。だから私は芦屋はすごく大好きです。皆さんも大阪にね、住んでる方とかはちょっと遠いかもしれないんですけど、ぜひぜひ芦屋おすすめなので行ってみてください。さあ、そして1月から5回にわたってお送りしてきたヌエボスレトス、今回がなんと最終回です。早かったですね。皆さんどうですか？私はとっても早く感じました。というわけで5回目最終回のボイスオブ関西のテーマはこちら、夢ありますか？はい、今週街の皆さんにお聞きしたテーマは夢ありますか？ということで、皆さんから夢について語っていただきました。今週も番組にメッセージを送ってくださった方には番組ステッカーをお送りいたしますので、どしどし送っていただきたいと思います。皆さん、今回がステッカーをゲットできる最後のチャンスなんでね、この前の放送でもお話ししましたが、素材がとてもよろしいのでぜひゲットしてほしいと思います。まだ今までメール送ったことない人もぜひぜひラストチャンスです。送ってください。宛先はヌエボスレトス171@gmail.com です。そしてツイッターのハッシュタグは、NR171 です。はい、ぜひぜひ皆さんの夢教えてください。メッセージお待ちしてます。ボイスオブ関西では皆さんからのメッセージを募集しております。ヌエボスレトスの番組ホームページにあるメッセージフォームからお送りください。メールを読まれた方には番組ステッカーをプレゼント。メールお待ちしてます。
Wellen lodern Blitze. Aus dem Nebel der Ekstase auf mich. Fühl mich bewegt und geblendet von der Kraft des Momentes. Keinen müden Blick für dich. Stoßen sie auf mich, denn die Luft schwingt im Rhythmus des Glücks. Ich fühle mich wie ein Teil des Meeres und in der Flut der Gezeiten ich keinen müden Blick für dich. ラジオイナイチ学生部、日本初学生主体のコミュニティ FM、 高槻市内で精力的に活動中、多数のコンテンツを続々と配信。気になる方は今すぐラジオイナイチ学生部で検索。バンドが好き、ライブが好き、ヒットチャートじゃ物足りない。タワレコ通いが休日の趣味だけど、やっぱり物足りない。物足りないですよね、わかります。そんなあなたのためにお送りする30分間のインディーミュージックプログラム、ラジオイナイチミュージックアワービートスパーク、毎週日曜22時更新。パーソナリティは私 DJ カリマ。ツイッターもやってるよ、フォローしやがれ。ラジオイナイチヌエボスレタス、まず最初のコーナーは関西の街の人の声を届けるボイスオブ関西。今週皆さんにお聞きしたテーマは夢ありますかということで、皆さん幼少期の夢とかって何でしたか？あのね、私毎回聞かれるたびに変わってましたね。ある時にはお花屋さんって言って、その1週間後ぐらいにはケーキ屋さんって言って、で結局幼稚園の卒業ビデオでは学校の先生って言ってましたね。でも学校の先生はね、小学校のね3年生ぐらいまで言ってたんですけどね、なんかトイレ掃除が嫌でやめました、学校の先生は。はい、なんかすごいしょうもない理由なんですけど、そっからなんかね学校の先生はいいかなって思うようになって、今は違う夢があるんですけど、まあまあまあ将来の真面目な話をしてもあれなので、すごいしょうもないっていうか、いや私にとってはしょうもなくないんですけど、別のね別枠の夢をちょっとご紹介したいと思います。私はその職業とかそういう夢の他にもう一個夢があって、全国の美味しいものを食べ尽くしてから死にたいっていうのがあるんですよね。この夢はねちょっと叶えたいんですよね。はい、皆さんも将来就きたい職業の夢だったり、いろんな夢があると思うんですけど、しょうもないことから大きな夢までいろんな夢を持つとね、毎日が楽しいんじゃないでしょうか。さあというわけで、まず皆さんに最初に聞いていただくのは、当番組のナビゲーター初音ちゃんが梅田でキャッチした高校生のバヤスさんです。友達の誕生日サプライズを準備しているところに声をかけました。さてさて、どんな夢が聞けるのでしょうか。それでは聞いてみましょう。夢持ってますか？あ、はい。その夢を教えてください。将来外国に住みたいです。外国に住む、はい、それの理由とかってお聞きしてもいいですか？
で、なんか修学旅行でカナダに行って、まあ、楽しかったんで、まあ、英語を使って暮らしたいなって。英語を使って暮らしたいなって、はい、カナダではどんなことをされたんですか？現地の高校生とかと交流会したり、向こうの人たちのなんかスキーインストラクターの方と一緒にスキーをしたりしました。将来カナダに住んで一番最初にやりたいと思ってることは何ですか？ホームステイしたいです。ホームステイ、ホームステイでカナダに住んでみたい。まあした後に、まあ、生活普通にできたらなみたいな。いつ頃からカナダに住みたいなと思ってるんですか？大学生終わったぐらいから。22、3歳くらい。7年後の東京オリンピックの時に行っちゃうんですね。東京オリンピック見てから行きます。さあ、というわけで、最初の方はカナダに住みたいということで、いやーすごいですね。私本当に海外に留学に行きたいとか海外に住みたいっていう人本当に尊敬します。私基本いろんなことに挑戦したいなって思ってるんですけど、どうしてもね海外には踏み出せないんですよね。もう住むとかもう私考えられないですもん。1ヶ月に1回は家に帰らないとちょっとやっていけないです。いやー本当に素晴らしいですね。あの海外旅行行ってみたいなって思うんですけど、あの1週間ぐらいで帰らないとねちょっと私は寂しくて仕方なくなってしまうので、いやー林さんすごいと思います。ぜひぜひね、東京オリンピックを見てからカナダに住むという夢叶えてください。興味はあるんですけどね、まだ行ったことないんでちょっと怖い感じもありますね。あなたの大切な人誰ですか？私の大切な人はお母さんです。今年の抱負を教えてください。今年の抱負は男を磨く。関西の今の声を届ける番組レディオ171、
ヌエボスレドース。ボイスオブ関西、今日のテーマ夢ありますかということでお送りしているのですが、続いて聞いていただくのはたけしさんです。青春18切符で新潟の長岡から大阪に戻り、奥様と待ち合わせをしていたところに声をかけました。夢は青春18切符で日本中を旅することだそうです。いいですね。ボイスインタビューでは今度旅したいところについて伺ったということです。それでは早速聞いてみましょう。18切符について、ちょっと今後行きたいところ、伺ってもよろしいでしょうか。行きたい、それ行きたいところたくさんあります。今じゃあ一番行きたい、これから春なのでね、まあ今度和歌山行ってみようかな。和歌山、和歌山は日帰りです。それは和歌山の何を求めていくんでしょう。ちょうど、桜のシーズンになりますから。和歌山にそういう名所があるんですか。桜の、いやそれは和歌山城とか、はいはいはい、日本は桜はシーズンになりますね、いろんなところで咲いてますから。その大阪城でも桜は見れますけど、それを和歌山にこう選ぶなんか理由ってあるんですか。やっぱ和歌山にこだわる理由、家でテレビ見てても1日、電車乗ってても1日なるほど。あ、それじゃあ、やっぱこう鈍行で行くから良さもありますしね、こうゆっくりゆっくり駅弁食べながらじゃないですけど、別に急ぐことは何もない。一日をそれなりに過ごすのに何が一番いいのかな。じゃあやっぱりそういうテレビの番で一日というよりは、こちらの方がいいんじゃないかなと私は思うだけのことです。やっぱ電車の中で駅弁とか食べるんですか。食べないね。食べない。やっぱ景色をずっと見てる。そうですね。ビールを飲んで、あ、いいですね、本を読んで。じゃあ今度和歌山、いつ頃叶えそうですか。それはその旅は、まあ、疲れを癒してから。とりあえず今回の疲れを癒してからということで。なるほど、はい、ありがとうございます。はい、というわけで青春18切符で和歌山に行きたいと言っていましたね。いいですね。あの、私18切符って青春18切符ってあの聞いたことはあるし、あのよく使ってる人のお話も聞くんですけど、実際に自分が使ったことってないんですよね。あ、皆さん青春18切符って何のことか分かります。あの名前は聞いたことあると思うんですけど、あの日本中どこでも普通快速列車に、まあ、1日約2300円ぐらいですかね、で乗り放題になる券なんですよ。はい、私この青春18切符を使って私もね行きたいところがあるんですよね。あのそれは四国の香川県に行きたいんですよね。あの一人で一日中電車に揺られながら香川に行って、あの香川のうどん屋さんを一日中食べ歩きたいです。私これ夢なんですよ。そうそう、まさにこの今日のテーマなんですけど、香川県のうどん屋さんを一日中巡りたい。2日でもいい、あ、3日でもいいな。なんかね、でも結構やってる人いるんですよね、四国の香川のうどん巡りみたいなの。すっごく憧れます。皆さん青春18切符本当にねお得な券なので、旅行が好き、景色が好き、どこかに行きたいっていう方はぜひぜひこの青春18切符を使ってね、どこかに行ってみてはいかがでしょうか。さあこの後も夢について街の皆さんの声を届けていきたいと思います。皆さんも自分の夢を添えて番組までメッセージをください。
ツイッターハッシュタグは NR171 です。皆さんからのメッセージお待ちしてます。Déjà beaucoup. Au premier rendez-vous, c'est là que tout se joue. Et sinon je devenais nous. Après ce premier rendez-vous. Nuevos retos. Nuevos retos. Nuevos retos.ヌエボスレトス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  On Radio 171 ヌエボスレトス。早稲田ミュージックレコーズは早稲田の音楽シーンを熱くする史上初の音楽レーベルサークルです。クマロックをはじめとするライブ企画、ウェブ、フリーペーパー制作、コンピレーション CD の作成など現役総大生の音楽活動を幅広くサポートしております。活動の詳細は Twitter、ホームページからカタカナでわせでこと検索。問題です。水曜夜9時更新の番組といえば水曜何ポンでしょうか。スプーンの和名サジポン。違います。炊事洗濯が大変カジポン。違います。正解はラジオが媒体ラジポンでした。水曜ラジポン。さあ、というわけでヌエボスレトスボイスオブ関西、今日は夢ありますかというテーマでお届けしていますが、さあそれではここでメールを紹介いたしましょう。ラジオネーム海かもめさん、学生の方からのメールです。ありがとうございます。僕の夢は海の近くに住むことです。朝や仕事帰りに海岸線を犬と散歩したりランニングしたり、海を生活の一部にしたいです。休日は釣りやサーフィンを楽しんだり、地平線に沈む夕日をただぼーっと眺めたりすることが夢ですとのことです。うわー、いいですね。海を生活の一部にしたいってかっこいいすごいですね。あ、でも確かにあのね、夕日をバックに犬とランニングとかやってみたいかもしれないです。私もっていうよりも、あのもうここ数年何年も海に行ってないですね、私は。うん、行ってない行ってない。でもね、今年の夏こそ行きたいんですよね、海でね。海の家とかあるじゃないですか。ああいうのもねすごく憧れるんですよね。いやでも夢って、夢ありますかって言われた時に普通はこう将来の夢とかを語るもんだと思ってたんですけど、こういう夢もねいいですね。新しくてすごくいいなと思うし、すごく参考にしたいなって思いました。さあさあ、もうすぐ夏が来るというわけでね、女子の皆さんはダイエット頑張りましょう。まあ男子の皆さんは腹筋割るのかな、わかんないけど、まあ皆さん夏に向けてね頑張りましょう。さあそれではヌエボスレトス最後のボイスに参りましょう。最後は大学生の山地さんです。先輩の卒業式を見届けた帰りのところに声をかけました。さてさて、一体どんな夢について語ってくれるのでしょうか。聞いてみましょう。夢持ってますか。あ、はい、はい。なんか Google とかでなんかいろいろ
商品出てるじゃないですか、なんか、はい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 、Google メガネとかなんか、ああ、はい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 、ああいうなんか、メーターテコナンみたいな、近未来的なやつが出てるじゃないですか、今までないなんか新しいものを作り出して、はいはい、そういうのをなんか作りたいなって、ほうほう、今はじゃあ大学生ですか、はい、大学生です、じゃ今そういうものづくりの学部みたいなのに通ってるんですか、まあ、そうですね。具体的には情報あのものの作りが合体したみたいな、合体してちょっともよりの学部、はいはいはい、今はどうですか、こうパッとこれ作りたい流行るんじゃねえのみたいななんかそれ企業機密っすねなんかコンタクトでコンタクトレンズ、ね、今メガネじゃないですか、はいはいはい、それがコンタクトとかになったらなんかもっとみんなになんか馴染むんじゃないかなっていうのはありました。メガネメガネでなんかマップとか見れたりとかするんですよ。あ、はいはい、そういうのがコンタクトでなんかマップとか YouTube とかネットとかにつなげたりしたら、もう今実際じゃあメガネでそういうマップが見れるものがあるんですか。はい、あります。へえ、Google メガネっていうのはなんかそういうなんかじゃあそれのコンタクト版を作れたら面白いんじゃないかと。はい、ほう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 。そのコンタクトを作りたいっていつどういう時に思いますか。普段便利になったらいいなって。ああ、社会が便利になったら、どんどん便利になっていくというかね、スマホとか増えたりして、はいはいはい、それがもっと便利になるなって思ったら、もっと便利になった、はい、何も身につけないで目だけにつけたら、それは何も操作しないでいいやろ、デバイスが必要になくなるみたいな。はい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 。じゃあもし世の中にコンタクトがでそのコンタクトができたら、あの時の彼が作ったんだなって思えば頑張りますか。はい、頑張りましょうかさあ、というわけで、ものづくりをしたいということだったんですけれども、あのね、まずメガネでマップが見れるってどういうことですか。私これわかんないんですけど、すごいですね、 Google メガネすごいですね。メガネでマップ、ちょっと後で調べてみたいと思います。皆さんもね、ぜひ、みんな知ってるもんなんですかねこれって。いやー、でもね、メガネでマップが見れて、それをコンタクトにしたらいいんじゃないか。なんか目に入れるの痛そうなんですけど大丈夫ですかね。すごいなんか痛ってなりそうなんですけど、あのね、私、そうだ、じゃあそんなあの山地さんに私からお願いがあります。あのぜひぜひ開発してほしいものがあります。私もコンタクトユーザーなんですけど、すぐねコンタクトをすると目が乾くんですよ。でバイト中とかこう頻繁に目薬させないじゃないですか。だからコンタクトから定期的に目薬が流れてくるみたいなそういうコンタクトないですかね。本当に欲しいんですけど、ぜひぜひマップが見れるコンタクトもいいと思うんですけど、ね、定期的に目薬が流れてくるコンタクトもぜひ開発してください。お願いします、私のために。いやでもね、私だけじゃないと思うんですよね、こう思ってる人すぐ目が乾いちゃうみたいな。だから需要はあると思うのでね、頑張ってください、お願いします。さあ、ということで、関西の街の声を届けるボイスオブ関西、これまで様々なテーマで皆さんにお届けしてきましたが、皆さんが共感したり新しい発見のきっかけとなった声はあったでしょうか。で、私はそのなんか海と一緒に過ごしたいみたいなのはすごくいいなって思いましたね。あとは夏に海行きたいなってすごく思いましたし、そして、今日が最終回ということで5回にわたってね、ボイスオブ関西やってきたんですけれども、皆さん今までのボイスオブ関西覚えているでしょうか。まず第1回目が、今年の抱負聞かせてくださいっていうことでね、1月の下旬ぐらいだったんでね、ちょうどタイムリーな話で、抱負を皆さんから聞いたんですけど、私ね、印象に残ってる人がいてね、やっぱり彼氏が欲しいって言ってた女の方いたんですけどね、伊能圭に似てる人がバイト先にいてみたいな
方のお話がねすっごく面白かったんですよね。しかもまさかの伊能圭好きになって2日目みたいな感じの人だったので、すごく面白くて今でもね印象に残ってます。うん、そしてあとは春休みどこかに行きましたかということで、ね、結構外国に行った方がね多かったように思いましたね。やっぱりその外国って私からするとすごく遠い存在で、パスポートも持ってないですし、こう簡単に行くことのできない場所だなって思うんですけど、皆さんね意外ともうスッスッスって海外に行ってるので、ちょっと私も勇気を振り絞って海外に踏み出してみたいなと感化されました。うんうん。そして、前回第4回目が増税前に欲しいものありますかって聞きましたよね。さあもうすぐですよ増税、あと4日後、3日4日後ぐらいにはもうね消費税上がっちゃいますからね。うん。いや私結局ね豆乳を買いたいっていう話をしたじゃないですか。今豆乳にハマってるので増税する前に豆乳いっぱい買っときたいみたいな、昨日買いましたよ箱買いで豆乳4箱ぐらい買ったもん。賞味期限ね持つか分かんないんですけど買いましたよ豆乳箱買いで、もうね冷蔵庫豆乳だらけそうだから水筒にも豆乳入れて学校行ったりしてますえ皆さんもねあとちょっとではあるんですけれども増税前に欲しいものねぜひぜひ後悔ないように買ってくださいね。さあというわけで、皆さんも改めて自分の街の声に耳を傾けて新たな一面を探してみてはいかがでしょうか。ボイスオブ関西第1回目から第5回目まで前回やってきたんですけど、YouTube でねどの回も聞けるので皆さんぜひぜひ聞いて、ね、参考にしたりしてみてくださいね。さあというわけでこの後は斉藤初音ちゃんがお届けする The Important です。今週は1月から3月に起こった社会の出来事についてダイジェストで振り返ってくれるということです。お楽しみに。Pounds. My fat ass is just as white as my flat screen TV. Why keep in shape if there's no one with me? I need a woman in the chest to hold me, scold me, make me move my ass to ring the day and let me have my way at night. I'm just a sorry bag of bones that smells and hangs around without a woman by my side. Don't know what's going on. Is anyone there?
ラジオイナイチ学生部、日本初学生主体のコミュニティ FM、 高槻市内で精力的に活動中。多数のコンテンツを続々と配信。気になる方は今すぐラジオイナイチ学生部で検索。KTB から来ました、家政婦のマイヤです。何からやりましょうか、旦那様。マイヤさん、マイク持ってきて。承知しました。マイヤさん、ミキサーやって。承知しました。マイヤさん、パーソナリティやって。お暇をいただきます。いや、そこやってくれへんのかい。関西大学高槻放送局がお届け、 KTube は YouTube にて絶賛不定期更新中って。マイヤさん、何これ。請求書です。この CM は2秒ほど超過料金となっております。いや、細かいな、おい。皆さんがお聞きの番組は関西の今の声を届けるヌエボスレタスボイスオブ関西でございます。ハッシュタグ NR171 で皆さんの生の声をツイッターからも募集しています。採用された方には番組ステッカーをプレゼント。皆さん、どしどし投稿してくださいね。The ImportantOn Radio 101, Nuevos Letters。 さて、ここからは The Important のコーナーです。この時間は毎回学生および社会人が最低限抑えなければならないニュースや社会の出来事をできるだけ分かりやすく紹介していくコーナーです。ナビゲーターは私、斉藤初音が担当いたします。よろしくお願いします。いつもはこちらのコーナー、毎回一つのテーマに絞って皆さんに紹介しているんですが、今回は2014年の1月から3月までに起こったニュースの振り返りをしていきたいと思います。では、早速ですが、簡単に今年1月から3月に話題となった社会のニュースを紹介していきましょう。まず最初はこちら。2月上旬、2週連続で記録的大雪、首都圏のライフラインが麻痺。4年に一度の冬の祭典、ソチオリンピックが開催。レジェンド葛西、フィギュア羽生など名選手がメダルを獲得。大阪阿倍野に日本一高いビル、阿倍野ハルカスが誕生。高さ300メートルからの景色は圧巻。ビッグクラブに日本人選手が加入、 AC ミランに本田、ヤンキースにマー君。橋本氏全圧勝も投票率は過去最低、大阪市長選挙が実施。動機は何？千葉、名古屋で通り魔事件が勃発。はい、ということでスポーツから政治まで今年1月から3月のニュースのトピックスを、ご紹介いたしました。まず大雪ですね。2月の間ごろ、首都圏の交通機関がもうほぼというか、新幹線も電車もストップしてしまっていて、ちょうどその頃大学入試の時期とかぶっていたので、時期がなんか、ある大学は開始時刻を3時間ぐらい遅らせて入試を始めたっていう話も聞きましたね。そしてハルカスのオープン、日本で高さナンバーワンのビルですよね。ハルカスって言ったらレストランとか、あとはショッピングモールとか、他にもホテルとかたくさん集まっているらしいんですけど、なんかそれだけじゃなくて、実は季節限定のイベントもすごく充実してるらしいんです。この前の3月の20日から23日までは、一足早いお花見イベントみたいなのを300メートルの高さのところでやっていて、いや、私それすごく行ってみたかったです。まあ、この話はこういうところで置いといて、次にこれから皆さんに私、斉藤初音が、
特に気になったニュースを3つ紹介したいと思います。まず一つ目はこちら。おぼかた氏がスタップ細胞を発見か。はい、このコーナーでも第3回目ですかね、取り上げましたスタップ細胞でございます。しかしこちらのスタップ細胞、画期的な発見だと思われていましたが、今実はおぼかた氏がネイチャー、イギリスの科学系の雑誌ですね、ネイチャーに投稿した論文が盗用、またおぼかた氏以外にこの細胞を作ることができないということで今問題視されているんですね。このスタップ細胞問題の一番の論点は、おぼかた氏以外に再現実験ができないという科学的問題にあると思うんですよね。というのも、科学的事実はそもそも多くの科学者の検証、また再現実験によって初めて立証されるという科学実験の根底の部分というか元々の部分を、私たち自身がスタップ細胞を発見したっていうことを聞いた時にもう忘れてしまっていて、もうそのスタップ細胞が発見されたすごいっていう事実をなんか疑いもさえしないかったところが一番問題なのかなと思います。なのでこうした騒動が大きくなってる今だからこそ、その点を改めて肝に銘じて研究者による検証を私たちが冷静に見守っていく視点が必要なんだなと思います。では続いてどんどん行っていきましょう。続いてはこちら。都知事選、増添陽一氏が圧勝。疑惑献金問題で退任した猪瀬前知事に代わる都知事を選ぶ選挙が2月9日に行われましたね。下馬評、世間の評価では元内閣総理大臣の細川氏とか、弁護士で前日弁連会長の宇都宮氏とか、元航空幕僚長の玉上氏とか、皆さん聞いたことあるんじゃないでしょうか。でこの4名の方々の中でも特に細川氏と玉上氏が優勢って思われていたんですが、この選挙期間中は実際は増添氏の圧勝に終わったっていうトピックスですね。でこの都知事選、私も実は春から東京に住むということもあって選挙権はまだないのですが、個人的にすごく注目しておりました。で注目していて、やっぱりテレビとかを見てると一番個人的に気になっていたのがやはり投票率の低さで、今回の都知事選投票率は 46%、 過去3番目の低さだったそうです。でこれに関してこの若者の意見として、なんか投票したところで結果は変わらないじゃないかみたいな意見がすごい多く出てると思うんですが、これについてなんか私個人的にはやっぱり投票に行ってこそなんか改めて、それでもし結果が変わらなかった時に政治に意見が反映されないって主張するのがなんか正しいんじゃないかなと思っていて、なのでせっかく付与された選挙権という権利、より多くの人に行使していただきたいなと思っております。では最後ですね、3つ目です。こちら。ネット上の仮想コインビットコインが喪失。世界最大の取引所マウントゴックス社が経営破綻。ビットコイン聞いたことありますか？ビットコインとはインターネット上に存在する仮想通貨のことなんです。簡単に言ったら株のお金バージョンだと思ってもらえれば、まあ、大体合ってるかなと思いますね。しかしこのビットコインの最大の取引所であるマウントゴックス社から約490億円相当のビットコインが消失していたことが判明して、ビットコインの価値が急落、ネットコインの怖さが表面化した事態となってしまったんですね。デジタルな時代の到来をすごい表したかのようなこの事件なんですが、私的な意見としてはこれからこういうネットコインというか仮想上の通貨が、新通貨が
これからどんどん私たちの生活に入ってくるのではないかなと思ってます。今回倒産したマウントゴックス社は数ある施設取引所のうちのたった一つであり、ビットコインの仕組み自体に何か問題があったっていうわけでは特にないんですよね。で、実際に事件、この事件があった後もビットコインの価格はまだ上がり続けているそうです。なので私は今までこの逆にこの今まで働きのなかった金融当局が働かざるを得ない状況になったこと、今回の事件でそうなってしまったことは、中長期的にはこう、まあ、短期的にはマイナスであっても中長期的にはプラスに働くのではないかなって思ってます。このネットコインについて今後改善されどんどん普及していく可能性について目を向けるべきなのかなと私の意見ではそう思いますね。そしてここからは私が2014年に注目しているニュースを取り上げていきます。私が注目しているニュースはこちら、2014年ブラジルワールドカップ開催、危険かも、便利なベビーシッターサイト。まず最初はワールドカップということで、日本は AC ミランに所属している本田圭佑、マンチェスターユナイテッドの香川真司、インテルの中友優斗など、要してそう乗り込んでいくんですが、予選リーグ日本はギリシャ、コロンビア、コートジボワールと対戦します。どの国も簡単には勝たせてくれない相手なんですよね。サッカーに詳しい当番組のディレクターさんに日本の注目選手を聞いたところ、柿谷陽一郎と山口蛍と言っていました。柿谷はストライカー、芸術的なプレーに注目してほしい。で、一方山口はゲームメーカーで、日本が誇るレジェンド遠藤康人とタッグを組み試合を組み立てるところを注目してほしいと、そういうことでした。ぜひともね、日本代表には頑張ってもらいたいと思います。そして2つ目、今話題のベビーシッターサイトの問題です。これは横浜市の2歳の男の子がベビーシッターに預けられた後、埼玉県内のマンションの部屋の中で遺体で見つかったっていう事件なんですけど、この事件の後からこのベビーシッターサイトについてすごい大きくクローズアップされて、現在も保育のあり方を揺るがしていますね。この事件によりますと、ベビーシッターサイトを利用する利点として、まず保育料が安くなるといったコストの面や、幼稚園や保育園の預かり時間が終わった後の時間に利用できるというインターネットならではの特徴が挙げられてますね。で、この事件に対して仲介しかしない謎のサイトで見つけた人に、自分の子供を預けるなんておかしいとか、どうしてそんなリスクを背負ってまで利用しようと思ったのかが理解できないといった声が結構上がってると思うのですが、もうこれに関しても少し私は批判的というか、そういう意見を持っていて、なんだろう、こうやむを得ずというか、預けざるを得ない状態である方もいらっしゃると思うんですね。こう様々な子育て環境があって、そのサイトを利用しなければならない人、でそういう人たちのことをもっと重要視すべきなんじゃないかなって思ってます。っていうのも、なんかまずこの問題の一番の論点として、なぜ人は個人シッターマッチングサイトをリスクが高いにもかかわらず使うのかという点があると思っていて、つまり品質管理コストがかかっていないから、シッター会社を通すよりも安いということを前提に利用者はシッターサイトを使ってるんですよね。で、そういうこの品質管理がなっていないところでも預けざるを得ない理由があることが私は問題だと思います。この問題を受けて、政府が急増しているベビーシッターニーズにどう対応していくか、この構造的な問題をどう解決していくのかを注目していこうと私は思っています。今まで2014年1月から3月のニュースを、いろんなジャンルお伝えしてきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。ぜひぜひ感想をヌエボスレトス171@gmail.comに送ってください。
以上、斉藤初音がお送りしました。バイバイ。On Radio Once for One, Nuevos Letters. Wasareko Music Hour.皆さんおはようございます。フィリップライトです。アシスタントのクリス美咲です。さあ、ここからは忘れ子ミュージックアワーのお時間です。このコーナーでは早稲田大学の音楽レーベルサークル早稲田ミュージックレコーズが毎回一組のおすすめアーティストを紹介し、早稲田のそして現代の学生の音楽を届けるミュージックコーナーでございます。はい。いやクリス、はい、最後だよ。ついに最終回ですね。私は悲しい ね、 そうですね。こんな素晴らしいコーナーが今回で終わってしまうなんて。なんだその興味のない感じは。興味ありますよ。いや、今感慨深いなと思って。第1回目カーブローから、ね、関東と関西の学生が手を取り合って、はい、こんな素晴らしい番組をお届けする。聞いてない学生は何をしてるんだと。そうですね。さて今回ね、第1回カーラブロー、はい、うん、デッドスネーク、そしてギサン、先々週オールドジョー、うん、さあいよいよ最後でございます。どんな方が来るんですかね。第5回のピックアップアーティストはこちら、内田美穂。はい、ということでですね、早稲田ミュージック早稲レコミュージックアワー第5回最終回のピックアップアーティストは内田美穂。はい、まずは内田美穂さんのプロフィールを紹介をお願いいたします。内田美穂、埼玉県出身、19歳のシンガーソングライター。都内のライブハウスを中心にライブ活動をしています。好きなことは食べること、晴れの日の自転車、散歩、そして季節の変わり目だそうです、うん、3歳から地元の合唱団でコーラスをし、はい、5歳の時にクラシックピアノを始めました。小さい頃から歌とピアノが大好きで、中学2年生の時にピアノを弾いているうちに、うん、なんといつの間にか曲ができてしまったそうで、それがきっかけでレコード会社にその曲を送ってみたところ、プロデューサーの目に留まったということで、そしてレコード会社のサポートを経て、うん、高校2年生からライブ活動を始めたそうです。そして現在はですね、ラジオ出演やテレビ CM のナレーションなどの活動もしているそうです。すごいですね、うん、そして今回はそんな内田さんから一言メッセージをいただいております。私が作る曲には、大切にしたいと思えることを忘れないでいられるように、歌詞にぎゅっと思いを込めています。そんな思いが皆さんに伝わればいいなと思います、ということです。いや、中学2年生の時偶然弾いてたピア、うん、曲ができちゃって、うん、レコード会社送ったらプロデューサーの目に留まり、なんとデビューしちゃったみたいな。すごい物語ですよね。いやすごい、もう本当なんかドラマじゃないですけど、本当あるんですね、本当現実にね。はい、で今は、ラジオも出てるし、テレビ CM ナレーションもしてると、うん、いろんなことしてますね。いやいやいや、すごいな。ちょっとまだ19歳だしね、これから楽しみですね。好きなこともね、いいね。食べることです、ね、晴れの日の自転車、散歩、可愛いですね。19歳らしさが出てますよね。そうではね、そんな内田さんの、曲をここで聴いていただきたいと思います。はい、内田美穂で同じじゃないから。
い、ということで、今聞いていただいているのが内田美穂で同じじゃないからということでですね、はい、なんとね、内田美穂さんファーストアルバム完売ですよ。そうなんですよ、すごいですよね。もともとはですね、そのファーストアルバム僕のポケットにというのを発売していたんですけれども、はい、こちらが完売いたしまして、現在はそのオープニングで流れていた青という曲と、はい、今ですね流れている同じじゃないから、この2曲とギター弾き語りの真夜中の秘密という曲の3曲入りの音源をライブ会場で発売しているということです。いやー、ファーストアルバム完売すごいね。19歳ですからね、将来有望ですよ。ビッグになるんじゃないのこの人は。すごい、そしてね、はい、4月22日に大阪ディーパで行われるクマロックという、はい、まあ、忘れ子さんが、ね、主催しているイベントにその内田さんも参加されるということで、はい、ここでちょっとね、そのクマロックについて、説明ちょっとお願いします。はい、クマロックボリューム14、日程は4月22日の火曜日、場所は大塚ディーパです。チケット代は1000円で、新入生は400円で入ることができます。プラスワンドリンクなので皆さんよろしくお願いします。はい、そして気になる出演者ですが、今回この番組でもね紹介しましたオールドジョーさんと後藤翔さん、はい、ジブ、おはようメルシー、ヨギーニューウェイブス、そして今回紹介している内田美穂さんだそうです。皆さんどしどし足をお運びください。1000円ですよ、うん、新入生しかも400円、これ行きますよ、行きましょう、行きましょう。いや、行きたいな本当。そのやっぱね、曲をねこうもらって聞くっていうのも、うん、やっぱ生ですよ。そうですよね、生を見たい。うん、音源を聞くだけとは全然違いますもん ね、 違うね。特にこの内田さんとか違うと思う。あー、やっぱジーンとくると思う。しっとりと聞きたいですよね。いや、内田さんのもっと情報ちょうだい。はい、わかりました。内田美穂さんですね、ツイッターをしているそうなんですよ、はい、アカウントがアットマーク BLEATAND アットマーク BLEATAND だそうです。そしてホームページは内田美穂と検索していただきましたらすぐに出てきます。そして YouTube にもですね、ライブ映像や楽曲の音源もアップされているので、内田美穂で検索してみてください。いや、もうライブね行けない人はちょっとまずは YouTube でね確認していただいて、はい、ぜひ Twitter でも、もう多分いろんなね情報を、ね、そうですね、送ってるんで、はい、そちらも見ていただいて。いや、もう悪い忘れ子、寂しいですね。続けたいな。でもね、もう最後を飾るアーティストとしてはもう、うん、すごい魅力的な、はい、ね、なんかもうほんと最終回だな、この曲のエンディングも感じも、実感が湧かないんですけど、すごいなんかしんみりしますね。まあでもね、この続きは皆さんライブでということでね。そうですよ、はい、ということで、今回は19歳のシンガーソングライター内田美穂さんをピックアップいたしました。ワセレコミュージックアワー、 This program was brought to you by ワセダミュージックレコーズ。ありがとう、ワセレコミュージックアワー。心に焼き付けて花火を見に行こう、一瞬の光を捕まえよう、心の中ずっと消えないように、今この瞬間を夏に変えていこう、この夏場今の私たちにしか作れないから、ミュージックレコーズは
早稲田の音楽シーンを熱くする史上初の音楽レーベルサークルです。クマロックをはじめとするライブ企画、ウェブ、フリーペーパー制作、コンピレーション CD の作成など、現役総大生の音楽活動を幅広くサポートしております。活動の詳細は Twitter、 ホームページからカタカナでわせでこと検索。フォーフロント、ファッション、フード、エンターテインメント、カルチャー、ヌエボス・レドス、フォーフロント。さあ、ここからの時間は最新トレンド、イベント情報を紹介するフォーフロントのコーナーです。前回はインテックス大阪で行われたアウトドアの展示会、大阪アウトドアフェスティバル2014を紹介しましたが、さてさて、今週皆さんにお届けするのはこちら、ボルダリング。さあ、ということで本日のフォアフロントはボルダリングにスポットを当てたいと思います。さあ、ボルダリングって皆さん耳にしたことはあるでしょうか。ボルダリングってなんか言いにくい、ボルダリングボルダリングっていうのはクライミング、ロープをつけて崖などを登るスポーツなんです。ロッククライミングとかならね、聞いたことあると思います。で、皆さんもご存知かとは思いますが、そのクライミングの中でもロープを使わずにクライミングシューズと滑り止めの粉、そして下に敷くマットだけで登る、つまり命綱なしで登るのがボルダリングという競技なんです。いや、だからこれ落ちたら本当に怖いですよね。で、日本ではだいたい1980年代頃から行われるようになったということです。1980年代ってことは、私が今19歳なんですけど、私が生まれる10年前ぐらいですかね。さあ、そして、今回私大森まりのがなんと人生初のボルダリング体験をしてきました。いやーね、私そうなんですよ、中高運動してなくて、運動部でもなくて、体育の授業でちょっとボール蹴ったかなぐらいの体育しかね、したことないんですよね。で、苦手っていうわけじゃないんですけど、そういう運動系とはあまり関わりがなく、接点がなく過ごしてきたので、いや、初めてボルダリングなんてできるのかと不安はなかったですね。なんかできるのかなっていう気持ちはあったんですけど、ね、ロッククライミング、ボルダリング、ちょっとね、興味はあったんですよ、前からね。高校の時に学校帰り の通学路の途中でロッククライミング のやるところがあったんですよ。だからね、あれね、やってみたいなってずっと思ってたので、いやーね、大学1年生でできるとはもう感激でした。というわけで、まずはその模様を皆さんに聞いていただきたいと思います。取材の中で実際にボルダリンググッズを販売しているお店の方に、ボルダリングに必要な道具についても伺ってきました。なので、そちらも一緒に聞いていただこうと思います。それではどうぞ。はい、ということで、私は今大阪の難波にあります、クライミングジム、グラビティリサーチ難波に来ております。私大森まりの、実は本格的な運動は6年ぶりということで、正直今全くクライミングをしている自分の絵が浮かびません。でも今日はロッククライミングの経験がない人の代表として、私大森まりのクライミングの魅力を皆さんに精一杯伝えていきたいと思います。それでは行ってきます。まず、私たちここ3人が全くの初心者で、
何にも知らないんですけど、はい、まず何から揃えればいいですか？はい、まず最初に必ず必要なのがクライミングシューズになりますね。はい、はい、でクライミングシューズもいろいろ種類やら形やったりっていうものがありますので、はい、まあ、それを実際に合わせてもらってっていう形になります。メーカーによってやっぱり違いとかはあるんですかね？はい、メーカーさんによって、まあ、足の幅の、違いだったりとか、サイジングの違い、あとはデザイン性の違いだったりっていうものもありますので、どれがこの人に合ってっていうのは、人それぞれでやっぱり違いますので、実際に必ず履いてみて買っていただくっていうのが絶対条件になりますね。じゃあもう履いてみて、はい、どのメーカーと自分が相性合うかっていうのを確かめていかないといけない、はい、そうですね、はい。シューズの次は何を？シューズの次は、はい、滑り止めの粉ですね。チョークバッグっていうものとチョークボールっていうものになります。はい、そのチョークボールっていうのはどういう時に使うんですか？はい、チョークボールも手で汗かいてこう滑るなっていう時につけていただく粉ですね。そうですね、野球選手とかが使ってるような、はい、そんな感じですね。はい、じゃあその次は？その次はですね、ボルダリングに関してはジムで登る分に関してはその2点があれば、あ、そうなんですね、はい、あ、じゃあもう簡単に始めれることが。そうです。で実際の岩場に行ったりすると、はい、ボルダリングマットっていう、大きい畳1畳分ぐらいのマットが必要だったりってあるんです。はい、じゃあジムに通うぐらいだったら大体何円ぐらいで？はい、そうですね、シューズが1万5千円ぐらい、はい、とチョークバッグ3千円ぐらいなので、2万円ぐらいやれば、はい、始めれるかなと。もう2万円あれば、はい、もうジム通い放題 で、 そうです、ね、はい、通い放題ってわけでもまたジムのお金とかが必要になるんで、はいはい、靴としてはもう2万あれば、2万あれば揃いますよ。じゃあもうジムじゃなくて実際に崖を登るってなった時は、だいたい一式揃えるには何円ぐらいかかるんですかね？そうですね、ざっとざっと見積もって、最低5万円ぐらいは、はい、必要かなと思います。でも一桁台なんですね。そうですね、はい、それにはシューズとそのチョークボール、はい、チョークバッグも含まれてますと、はい、他には何が含まれて5万円なんですか、ね、あとはボルダーマットっていうそのさっき言ったマットですね、はい、あれがやっぱり高価なものがあるので、それがだいたい安いので、1万8000円ぐらいから一般の価格で3万ちょっとぐらいのものが多いので、はい、合わせて5万円ぐらいになります。じゃあもうグッズとしては靴と、はい、チョークバッグとあとボルダリングマット、はい、の3つでも崖は登れるんですか？崖は基本的には行くことは可能ですね。へー、はい、そうなんですね、はい、ちなみにそのマットっていうのはどういうふうに使うんですか？はい、マットは実際にこう岩場に行って自分の登りたいラインっていう、ところがあるんですけど、はい、その下にもうドンと引いていただいて、そうなんですね、はい、でも実際登ります、で落ちた時はそのマットの上に着地するっていう。あ、じゃあ安全のためのマットですね、はい、あ、そうなんですね、はい、と今から実際に登るんですけど、はい、なんかこういう気持ちで行った方がいいとか、はい、なんかアドバイスはありますか？はい、そうですね、何でしょうね、諦めない気持ちですね、はい、やっぱりクライミングってこう簡単に見えてすごい実は難しい面もあるんですけど、その難しさをこう頑張って克服した時の達成感がやっぱりすごいので、もう諦めない気持ちを持ってれば絶対うまくもなりますし、楽しみも増えてきますので、はい、諦めないで頑張ってください。はい、はい、と全く運動してない人でもできるもんなんですかね？大丈夫です、はい、基本的にやっぱり筋力じゃなくて足の力等々で登るスポーツになるので、バランスと足の力をうまく使えればちっちゃい子供からお年寄りの方まで登ることができます。はい、ちなみにお年寄りの方って何歳ぐらい、最高で何歳ぐらいの方登ってるんですか？知ってる方で80歳代の方もされてますね。はい、ちなみに下は？下は、幼稚園の子からでも登ってる子はいますね、はい、じゃあもう誰でも気軽に始めれる、はい、そうですね、はい、スポーツなんですね。そうです、ただ危険が伴うんでしっかりと、そういったルールとかマナーとかもやっぱり覚えていてもらうのはかなり大切です。そういうのはジムに行ったら教えていただけるんですか？はい、もうそのスタッフがいますので聞いていただければ大丈夫です。はい、わかりました、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。さあ、というわけで、この後、この取材の後にね、実際にやってきましたよ、ロッククライミング。まずね、初回料金として、入会金1500円でしょ、
でそのジムっていうか使うお金として1500円、合わせて3000円で始めれましたね。お手軽ですよね。私もっとねかかると思ってたんですよ。そのグッズもそうだし、結構思ってたより安めで始めれるので、でちょっと興味が湧いたから始めてみようっていう感覚で始めれるなと思いました。まあ、そして先ほどの取材でもあったように、運動神経がね良くなくてもできるんですよ。そうできました私。あれ何メートルかな、10メートル、本当に高い一番上までね、10メートルかなあれぐらい登れました。ボルダリングではなくて、あの命綱をつけてやった方なんですけど、命綱つけたらもう10メートルぐらいね登れました。本当にいやね、達成感が本当にありますよあれで。ね頭も使うんですよ。どこの岩を持って、どこの岩に足をかけて、頭も使うし体も使うし、で手と足で登る感覚があると思うんですけど、イメージがあると思うんですけど、あのね腹筋にもくるんですよこれ。なんかお腹もうって力入れるから、いろんな筋肉が鍛えられるなって登っててね実感できました。うん。そして手でね登るものなのか足で登るものなのかっていうところなんですけど、まあ、皆さんどっちだと思います？私はね結構手で登っていくイメージがあって、こういうボルダリングとかしたら腕の筋肉ムキムキになってしまうんじゃないかって思ってたんですけど、使う筋肉は足だそうです。基本的にね足を使って登るのがボルダリングだそうです。そうなんですよね。だから手は本当に登るためにちょっと補助みたいな感じなんですよね。そう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 。だから、うん、本格的にこういうボルダリング、大会とかに出てもう毎日ボルダリングやっちゃうような感じじゃなければ、趣味程度だったらムキムキにはならないそうなんですね。いい感じにインナーマッスルが鍛えられるので引き締まるそうです。だからこれね、私趣味で月1ぐらいかな、学校始まったら忙しいですからね、学校行きながら月1でロッククライミング趣味にしてインナーマッスル鍛えて引き締まった体で夏を迎えたいです。はい、そうなんですよね。なんか運動神経良くなくても始めれるし、やりすぎなければムキムキにもならないし、楽しい何より。今度どこの岩を登ってとか、ここの岩に足をかけてとか考えるのがね本当に楽しくて、すっごく楽しかったです。ちなみにもう一個効果があるんですけど、脂肪の燃焼率がねアップするそうです。だから今女性にもすごく話題となっているスポーツなんですよね。なんですよ。だからね、何か始めたいなって思ってる人ね、ぜひぜひ難波とか神戸とかいろんなところに結構ねジムあるんですよ。なのでぜひぜひ調べて、お値段もお手頃ですので、はい、皆さんぜひ始めてくださいね。さあそれではこの後はエンディングへと続きます。Brûle mon cœur de toute son ardeur. Je m'imagine à ヌエボスレトス、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 ヌエボスレトス。On Radio 171
Nuevos Retos。レトス、今週もエンディングの時間がやってまいりました。最後はね、初音ちゃんも一緒です、はい、さあというわけで今週の振り返りやりましょう。やっていきましょう、はい。まずはボイスオブ関西ですね。はい、そうですね、はい、ボイスオブ関西。ボイスオブ関西のテーマはあれですよ、あれあれ、そうそう、夢夢ですね、はい。私ね、やっぱりね、あの青春18切符、はい、いいなって思いました。新潟まで青春18切符で、はずねちゃんは18切符で行ってみたいとこあります？行ってみたいとこ、うん、端っこまで行ってみたいですね。端っこ青森とか。うわ、いいですね、いいですね。逆にでもすごいさ、時間かかるんじゃないですからしいですね、うん、1週間もかかんないか。1週間だったらもう7日分買わないとダメですもんね。そうですね、確かに。そっかそっか、1日乗車券ですもんね。はい、じゃあ1日で行けなきゃいけないんですね。そうなんですよ、だから1日で行けるとこ、うんうんうん、やっぱもう東京ぐらいまでしか行けないですか。え、それを挑戦する旅もいいです ね。そうですね。行けるとこまで行くっていう、はい、ね。そしてザ・インポータントでは、ね、初音ちゃんがずっとやってきてくれたわけですけど、一回ね、あの、はい、門田さんがやってくれたんですけど、はいはい、ね、いかがでしたか門田さんですか。いやーね、株についてよく学べましたよ。学べましたか。はい、初音ちゃんはね、こう発信する側としてインポータントどうでしたか。いや、なんか説明していながら私も深く理解できました。なんか落とし込めました。はい、いや、じゃあいい機会でしたね。いや、すごいいい機会でした。本当にもうありがとうございます。そしてフォアフロントではね、あ、マリノさん、うん、ロッククライミング。初音ちゃんは何か始めたいことはないんですか。え、マリノさんのお話聞いててちょっとロッククライミングやりたいなって思いました。東京とか絶対ありますからね、やってみてください。本当にこうね、体育と無縁の私もできたわけですから、それハマってるわけですからね今。はい、ぜひぜひ月一で、はいはい、やってみてください。はい、というわけで、残念ながらヌエボスレトスも
残念ですね。本当に悲しいんですけれども、はい、今週で最終回を迎えるわけですがね、ヌエボスレトスも最終回なんですが、初音ちゃんも今日で最後ですね。そうです、そうなんですね。初音ちゃん、はい、春から大学1年生で東京の大学に行ってしまうということで、そうなんですね、しばらく会えないですけれども、いや寂しくなっちゃいます、はい、なんかそうですね、すごく寂しいんですけど、はい、そんな初音ちゃんにプレゼントがあります。おめでとうございます。おめでとうございます。びっくりしました。花束の贈呈です。びっくりしました。サプライズです。 ありがとうございます。そう、卒業して大学に行くということで、あ、すいません、もうぜひぜひね、めっちゃ可愛いお花をもらいました、尾崎さんから。はい、ピンクの花束をめっちゃ、はい、ありがとうございます、はい、そしてね、私からもあるんですよね。お手紙を書いてきました。マリノさんから、はい、初音ちゃんにお手紙を書いてきたんですね。で、当番組のプロデューサーにね、はい、お手紙読めって言われたんですけどね、ちょっと恥ずかしくて読めないんで、はい、一部ね、一部読む、ね、一部手紙の中の一部、恥ずかしい、恥ずかしいから本当に一部、気になります。一部ね、はい、はい、初音ちゃんへ、ヌエボスレタス約3ヶ月間どうもありがとう。そして、お疲れ様でした。3ヶ月間本当に楽しかったです。はい、何よりね、こんなにも可愛くて大好きで、その上尊敬もできる年下の子とね、出会えたのが私にとってすごく嬉しくて仕方なかったです。もうね、恥ずかしいから、ちょっと泣きそうです。なんか最初の方だけでやめました。恥ずかしいので、お家に帰って布団の中で読んでください。わかりました。なんかくじけそうになった時に読ませていただきます。はい。はい、というわけでね、はい、東京に行ってしまうのですが、はい、抱負とかこんなことしたいですとか何か一言ぜひぜひ。じゃあマリノさんを頑張って超えます。おすごい。マリノさんを超えれるように頑張ります。もう、いやいや、もう超えてると思いますけどね、私的にはね、はるか上の方に、はるか上の方にあるんで。いや、そんな言葉を聞けると思わなかったので、なんだかすごくね、はい、いや、私が泣きそうになってきたんですけど。私もすごい今反応です。ねえ、いやー、ぜひぜひ、こっちに帰ってきた時はね、はい、また一緒にラジオできたらいい。泣いてる。初音ちゃん泣いてる。ちょっとびっくりした。すいません。ね、こっちに帰ってきた時はまた一緒にラジオやりましょう、はい、ぜひお願いします、うん。皆さんも、夏休み、春休み、冬休み、はい、初音ちゃん帰ってきた時にはね、私絶対初音ちゃんとラジオで喋るので、皆さんも初音ちゃんがまたこっちに帰ってくるのを楽しみに待っていてください。ありがとうございます。言い残したことはないですか。大丈夫です。大丈夫ですか。はい、はい、さあ、それでは最後しっかり締めくくりたいと思います。はい、はい、ヌエボスレトス第5回いかがだったでしょうか。1回目から始まりね、2,3,4,5 と隔週でやってきたわけですが、はい、私はね、この今回ヌエボスレトスに参加したことで、本当に視野がね広がりました。おー、そうですか。ね、初音ちゃんに出会えたこともそうだしね、ありがとうございます。いや、もうこちらこそです。はい、そして、視聴者の皆さんね。そうですね、視聴者、もう舌が回らなくなってきたよ。リスナーの皆さんですね。そうそうそう、リスナーの皆さんとも出会えたりしてね、やっぱボイスオブ関西でたくさんの人にインタビューしたじゃないですか。そうですね、やっぱこう全く知らない人に声をかけてお話を聞いてっていうのはね、新鮮でしたよね。そうですね、うん、今まで結構な数ボイス聞かせていただきましたよね。いろんな人。はい、まあそんなヌエボスレトスね、1,2,3,4,5 全部 YouTube で聞けます。5回から聞き始めたっていう方もねいるかもしれないんですけども、ぜひ1回目から聞いてください。はい、はい、というわけで、今日のね感想など、今日じゃなくてもいいです、もう何でもいいので、もう何でもいいです、もう何でもありです。はい、ぜひぜひメッセージ
つぶやき何でも送ってください。ツイッターはハッシュタグ171です。そして、メールはヌエボスレトス171 @gmail.com ですね。はい、そうです、そうです。合ってます。はい、はい、というわけで、皆さんからのお便りぜひぜひお待ちしてます。ね、もうこのヌエボスレトスは終わってしまいますが、皆さんからメッセージが来るととても嬉しいので、はい、そうですね、はい、聞きたいですね、はい、感想。そうですよね。というわけでぜひぜひ送ってください。送ってください。それでは今までありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。 несмотря на все ошибки все так же ярок блеск в глазах мне жаль людей чья жизнь как мыло глаза откроешь реки слез расслабьтесь раньше нужно было почаще рисковать всерьез. Что в мире так не важно. Пролетают дни, не вернешь назад. Под дождем промок самолет бумажный. Лишь бы не пропал блеск у вас в глазах. Знаю я, ничто в мире так не важно.